2023年1月の傾向ですけども、1月は、九紫が中級の月で、2022年の最終の月になりますね。あ、2022年っていうか、五黄土星、水の絵虎五黄土星の年の最後の月になります。で、その月は、まあ、来年の木に乗るための重要な月になりますので、まあ何でしょうね、終わりよければ、全てよしじゃないですけど、締めくくってこういう感じで締めくくって来年に行ってねみたいな、それはあの先週ねお話ししたと思うんですけど、そういう月になります。で、九紫中級ですので、そうですね、真ん中に九紫が入ってますが、案件、九紫のふるさとに案件札が乗りますので、白く案件札乗るんですよね。だから、あの、火事注意、風の強い日の、火の元注意になりますね。特に白くの人とか、貫入してる五黄の人とか、破壊がついてる六白の人見落としますので、あの、火の元注意ですねになります。あと、まあ、普通に火傷とかも気をつけてっていうことになりますね。それから、土曜がね、1月はあります。17日から2月4日まで土曜期間になりますので、その期間の土いじりをしないっていうことですね。あと、お家の基礎工事とか、なんか土掘ったりとか、掘っちゃダメですよ、そういうことしないでねっていうことになります。九紫中級で明るくファッショナブルに、おしゃれに、そういう風に過ごすのがおすすめの1ヶ月になりますね。また全体的にイライラしやすい、 みんながね、あの、ちょっとこうカッカしやすいっていう気持ちが、あの、なんかカッカしやすいっていうのもあるから、全体的に喧嘩注意の1ヶ月っていうこともあると思います。非番切り替えもあるね。非番切り替えが5日と6日にあるんですけど、ここ非番切り替えであって、12月と1月の切り替え日でもあるので、ちょっとここ注意ですね。何が注意って、まあそうですね、車の運転注意かな、乗り物注意です。自転車、高校生の自転車とかも子供さんがいたらスピード出さないように、してくださいね。それと、まあ、だからぶつかるっていうのが注意なので、車の運転とか自転車とかバイクでぶつかるの注意だし、人間関係がぶつかるっていうのも注意になりますので、お正月明け、新年早々喧嘩しないように、ぶつかるっていうエネルギーがあるから注意になりますね。九紫のことをやると、運気に乗れますから、断捨離やっぱりおすすめだし、あと、情報の断捨離なんで、スマホに入っているいらないメールとか、いらないアドレスとか断捨離するのもおすすめになります。そして、キチカフェお得デーは14日、23日、2月1日になりますね。がキチカフェお得デー開運の日になりますので、この日にお出かけおすすめです。これがどの星がどの方位に行くかっていうのは別動画で、私のメインチャンネルで撮りますので、ぜひそちらチェックして、旅行計画などね、お出かけ計画練ってください。そして、キチカフェお得デーって何、開運の日って何って思った方は、キチカフェオンラインサロンに入っていただくと分かりますので、ぜひ
入ってください。お試しもできますから、毎月20日から30日までの募集期間がありますから、そうするとキッズカフェのやり方が分かる講座が無料で受けられるっていうのもあります。キッズカフェオンラインサロンすごくおすすめです。みんなそっから始めてるかな。あ、なんでキッズカフェオンラインサロンもいいですよ、企画学ぶのに。あのちょろっとやってみたい人は、うん、まあちょろっとっていうか結構本格的ですけど、私みたいに少尉とかいろいろ喋れるようになりたいっていうんだったらマスターコースがいいですけどね。でもキッチカフェで開運したい、幸運体質になりたいっていう人はオンラインサロンでいいかなと思いますね。はい、白く木星は南で案件がかかっていて星が2個になりますね。まあ1個か2個なんだけど2個にしました。1月と2月、まあ1月今はそうでもないけど1月しんどいですね。白くの人、白くは南の目立つところで案件がつくっていう宿命を持ってるんですね。白くの人はこう人目が気になる人が多いですから、目立つところで案件作って結構きついんですね。うん、なんかこうかひっそりこっそりできないっていうか、ひっそりこっそりできないっていうか、誰も見てないところでわがまま言うとかできないみたいな、なんかそんなちょっときつい感じがあるんですね。駅の川は風化火人ですので、まあ人目が気になるから内側を明るくしていく、まあ外はまあそーっとしといて自分の内側を磨いていくみたいなことがいいし、役目をしっかり、自分の役割しっかり、主婦だったら主婦、お姉さんだったらお姉さん、お母さんだったらお母さん、そういう役目役割をしっかりやるっていう月になります。南にいるので感情のアップダウンが激しくって、ここも人の欠点とか目についちゃうっていうのがあります。白く木星の人すごく感じがよくってソフトなんですけど、言わないでいるだけなんですよね。あの人こうだわああだわとか全部気がついてて言わないでいる、それがなんかカッカしちゃって言っちゃってちょっとこう喧嘩になるとか、なんか言わなくても見えちゃって周りの人からそうやって思ってるのねっていうなんか態度とかで見えちゃって喧嘩になっちゃうとか、なんかそういう感じがあるかなと思います。でもいい行いも見えるのでいい風にも働くっていう可能性もありますので、そっちに行ってほしいかなとは思います。めんどくさい問題とかを片付けさせられるみたい、親戚かな、風化火人だから親戚のめんどくさいような相談事とか片付け事とかも来るかもしれないですね。なんか家庭内っていうか身近なところですのでね、まあ最後までしっかりやる、目立ちますしカッカしちゃうけど、それをあんまりこう振りまかないで最後までしっかりやり抜くっていうことが大事かなと思いますね。なんで白くの人ね、感情のアップダウンが激しい、自分の役割をしっかりやる、家庭内とか内側のことをしっかりやるっていうことですね。そして、最後までやり抜く、なんかやる気もなくなりますから案件がかかっていて、情熱の炎が乱れますから、最後までやり抜くっていうことを、イライラしないで最後までやり抜くっていうことを、実行してほしい一月になります。まあ白くの人が喧嘩するとあんまり良くないですのでね、なんか損だと思いますので、嫌われちゃうと思いますのでね、気をつけてください。
そして2番ラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはアメジストになります。やっぱりカッカしちゃうので心が落ち着くやつですねを、持ってほしい。それからラッキーフードはエビアボカドサラダです。エビとアボカドは九州のもの、サラダは白くのものですので、エビアボカドサラダおすすめです。そしてラッキープレイスは映画館になります。まあカッカしちゃったら映画でも見てねっていう感じなんで、まあ あんまりこう映画でカッカする分にはいいじゃん。なんでそっちで発散してねっていう感じです。ラッキーキッチカフェお得デーに映画館にお出かけになるのおすすめです。そして今月のワークは手放したいことを10個書き出しになります。手放して隙間ができたところにいいものが入ってきますから、もういらないメールアドレスとかでもいいですし、いらない洋服とか、まあ、断捨離にもつながるけど、他に考えとかも嫌われたくないっていう考えを手放すとか、なんかそういうこと書き出して本読んで参考にするとかね、いろいろ手放したいものを10個書き出して、実行できることは実行するっていうのをやってほしいです。そして4番星の特徴、髪の毛を取り上げます。一昨日ね、白くの人と3匹の人が来てて、白く本命の人も3匹は白くが最大吉報の人だったんだけど、白く絡みの人がキッチカフェ続けてると髪の毛良くなってくるんですね。すごい。私も南東のキッチカフェ多いから髪が結構恵まれてる方だと思うんですけど、南東とかね、白くのキッチカフェ撮ってると髪の毛が良くなってくるんです。で、久しぶりに講座に来たその2人は髪が良くなってました。ストレートでなんかなんだろう、ボリュームもあって綺麗になってたのね。だから白くの本命の人3匹、まあ南東が南東とか、私はまあもう10年ぐらいやってるから南東が結構いっぱい取れてるっていうのもあるし、6泊だから南東取れないんだけど、南東というか白くは取れないんだけど南東で取ってるんですけど、まあそういう髪の毛のお悩みがある方は南東とか白く木製の方へおすすめになります。で、白く方面の人はどのキッチカフェ取っても髪の毛が良くなってきますっていうのがあります。また、ストレスがたまると髪に出るっていうのもあるし、男性の白くの人は髪が薄いとか、なんかストレスがたまってる男性白くは髪が薄くなるっていうのがあります。で、まあ好きなことやってやれてる人は髪の毛がふさふさっていうか、剥げてないとかあるんですね。なんで白く木製の人、髪の毛、あとまつげとか、まつげが綺麗になったりとか、あとまあ例えば脱毛のきっかけができたりとか、まあ何しろ 毛が綺麗になっていく毛ですね、毛の問題が片付いてくるっていうのが白くの勝利でありますので、髪の毛のお悩みがある方は白く取るのおすすめっていうことになります。はい、白くの特徴、髪の毛取り上げてみました。